はい、ヤギ座の皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。今年もたくさん何度も動画ご覧いただきましてありがとうございました。これからもですね、皆さんお役に立てるコンテンツ作っていきますので、2022年もよろしくお願いします。先日2022年の年間星メッセ保存版をアップさせていただきましたので、ご覧になってくださっていると思うんですけれども、まだの方はぜひご覧ください。そして年間の、まあ、目安として、あ、大体何月ぐらいからこうなんだなっていうのを捉えておくことで過ごしやすくなるんじゃないかと思います。そしてですね、もう私の中でやりきった感でもういいかなって思っていたんですが、よく考えるとタロットをしていなかったので、今回は2022年1月のタロットリーディングをさせていただきます。タロットだけというよりは、やっぱりね、ちょっと星の動きも1月の補足をさせていただいた上でタロットやりますので、また新たな気持ちで1月迎えられるんじゃないでしょうか。ではよろしくお願いします。はい、まず1月のヤギ座さんですが、星の方ではね、新しい自分が始まるっていう時なんですよね。とてもいいタイミングです。まあ、この新しい自分というのは、12月末にお誕生日迎える方でしたらそこからっていうふうに思ってもらってもいいですし、またですね、12月25日のクリスマスの日に、その華やかさとか愛情とかね、価値っていう金星と深いところのもう根底の力とか、こう不滅のものみたいな、そういったものがちょっとこうひっついて、今私たちに何か気づきを促してくれている時なので、特にそれがヤギ座で起こっているのでね、ヤギ座の皆さんにとっては何か深いところで自分の価値っていうものをもう一度なんか見返すとか掘り起こすとか発見するっていうこともありますし、新しいその自分の良さ、美しさとか優しさっていうものを身にまとう、この自分でいくっていうふうにも切り替えができる時です。とても重要な時なんですよね。そして後半はね、金運が上がってきます。まあ金運って華やかというかね、いいものですけども、特にお金だけじゃなく、その自分の価値っていうものが生かされていく、増えていく、持続していくみたいな時になるので、まあ1月は前半も後半もどちらもね、とても強い運気になります。ただヤギ座さんにとっては強い運気なんですが、世の中全体で言うと、実は1月14日から2月4日までっていうのは、こうビジネスとかコミュニケーションとか交通手段とか、そういったものが乱れやすい時期になるんですね。これは絶対うまくいかないってわけではないんですが、ちょっと誤解が起きやすい時だったりするので、あえてこの時もし何か契約をするとかビジネスの交渉をするときは、余裕を持って変更可能な感じで進めていくとかですね、見直しとか確認をしっかりするようにするといいと思います。またはそのヤギ座さんにとっては、考えが行ったり来たりする、これから新しく2022年こうするよっていう時に、なんか自分の考え間違ってるのかな、いや、やっぱりこうしようかなみたいな、ちょっとこう考えが交差しやすい時でもあるので、まあそういう時なんだなと思って落ち着くように心がけてください。そしてもうね、年明けると、そのコミュニケーションとか好奇心とか、そういう人とのつながりっていうのが一気にこう上がってきますから、それと同時に、あの人に連絡取って、あれをこうして、ああしてっていう風に、まあすごい活性してるっていう意味ではいいんですよね。ただ舞い上がって、なんかアップアップしちゃうっていう風にならないようにだけ注意ということです。それとですね、もう一つ先ほど言ったその金星のね、華やかさとか価値とか愛情とかが、ちょうど1月29日まで逆行してる最中なので、昔のことを思い出すとか、まあ昔のことを思い出して懐かしむぐらいは全然いいんですけれども、勘違いが起きないようにしてほしいんですよね。特にどんな勘違いって言ったら、今ヤギ座の皆さんにとっては、新しい価値とか新たな自分の美しさとか優しさとか、こう目に見えないね、価値っていうものをちゃんと自覚しましょうねって、掘り起こしましょうねっていう時なのに、逆に私には価値がないとか、私は愛されていないとか、そんな風に勘違いしないように注意してほしいんです。もう一つ、あとはお金のことなんですけれど、まあ1月20日以降は金運が良くなってくるんですね。良くなるっていうか、そのお金に対しての関わりが強くなるっていう方がいいかもしれないですね。なので、もしですけど、お金を借りて今すごい返済が大変ですという方は、そのことに本当に向き合わなきゃいけなくなりますし、または今まで順調に来てたよっていう方は、順調だからこそどうやってこれを生かそうかとか、どういうふうに使うかということを真剣に考えたりして、単にいい、良かった、ラッキーだけではなくて、真剣に価値というものに向き合って、お金を増やすなり、セーブするなり、自分にもっとつぎ込むなりして、いろいろ生かしていくっていうと気になります。まあこれがね、いい時なんですけど、直感さっき言ったみたいに1月29日まで逆行してるので、そこでこう慌てて
何かをしないようにしてほしいんですね。例えば今お金をかけとかないとこの話はなくなるとかですね、または今自分には全然価値がないからもっとこうお金をかけてこうするとかっていうふうに慌てて突発的な行動をしないようにだけしてください。それがじっくり考えてきたことの結果であれば全然問題ないです。または別に1月20日以降金は上がってるんですけど、2月の方がまあ落ち着いてお金のことは動かせるかなと思うので、絶対29日までにというふうにも思わなくていいかなと思います。まあ、何やかんやで星の話ばっかりしちゃってるんですけど、ちょっとタロットカードもここから見させてください。こういったことをね踏まえて1月のヤギ座さんが心地よく過ごすためのヒントをタロットを通してみたいと思います。はい、まあね、1年を通して言うと動き出せるみたいなね、そして安住の地を見つけるっていうところなので、動き出すと あんまり考えてる暇ないっていうか目まぐるしく動きそうなんですけど、まあ、1月だけは少しねそういったさっき言った水星の逆行とか金星の逆行があるので、まあ、ちょっと注意しながら進むっていう感じですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。1月です。ソードのナイトですね。いきなりすごい勢いありますよ。カップの7、ワールド、カップ6、逆、ソード8の逆ですね。そしてスターの逆とワンド4、ソードキングの逆とカップエースとオーラクルはラブラブというか、まあ、カップの2ですね。これはね、いいじゃないですか。うん、いい。怒りとかそういったものは今ちょっとこう抑えられているというかね、怒ってる場合じゃないっていうような別のことに一生懸命にならなくちゃっていうような時なんですけど、でもだからといってバイタリティが消えてるわけではないですし、やっていこう、これからこうしていこうっていうなんか意気込みは十分にあるっていう感じ。ただその可能性がたくさんありすぎて、どこに絞ろうかみたいな、このいい話とかこのいい運をどう生かそうかみたいに、こうあれこれいろいろ思い浮かべているところなのかなっていう感じがしますね。なので12月に何か達成とかやりきったぞっていう思いがある方にとってはすごくいい幕開けになりそうですね。でもしそれがないっていう方も全然いいんですよ。今から見つけてください絶対なんかやってるはずですから。何かはね、いや何にもしてないです、もうずっとダラダラしてましたっていう方は、もうダラダラしきったっていうことをやりきったっていうことにしてもいいし、何をやりきったのかなっていうことを一つ認めて、ここから新たな気持ちで過去よりも未来を見ていくっていうカードが出てるんですね。これは精神的成長を表すので、もしご自身の中でって私よくやったって思える方はもうベリーグッドですよね。もうそのまま言ってくださいなんですけど、自分を否定したりとか全然ダメだったと思う方は、無理やりでも何か一つ終わらせる、その気持ちに区切りをつけて、よしじゃあ新しくしようっていうふうにやることで、今まで自分を縛っていた想念から自由になりますよっていうふうに出てるんですね。これは自分を縛っていた想念って何だろうっていうことなんですけど、まあ星で言うとさっき言った自分の価値とかそういったものを深いところから改めて思い返すとか知るっていうのがある、自分の価値がね変わるっていう時なので、いい意味で解放が起こってると思います。これは自分をなんていうのかな、本当に物理的に本当に縛られて身動き取れないってわけじゃなくて、想念で自分を縛っていた、私はダメだとかこんなんじゃダメだみたいな思いが強いかなと思うんですけど、それをやっとなんか1月外せるんだっていう感じがしました。いいですね。だから1月29日まで金星の逆行って言われてるけど、逆にそのエネルギーがいい刺激になっていろんなものを手放していける感じがしますね。そして自分にとっていい形っていうのはやっぱり見つけていけるし、とても1月落ち着きますね。とても落ち着いてます。そして喜びがある、この感情の中に、でその喜びをまた誰かとシェアしているっていう形で、まあいい感じですね。何を手放すのかって言った時に、そのさっきの想念なんですけどね、その自分がやらなければとか自分がこうあらねばならないっていう、まあ、今の立場を守らなければいけないとか、今の私だったらこうしなければいけないみたいな、いろんな思いがあると思うんですよね。ここでもまたジャッジメントカードが、ジャッジメントっていうのは復活のカードじゃなくて自己ジャッジがきついよっていうカードもちょっと出ているので、やっぱりその何が正義かっていうのはその時その
ね、時代とかその環境とかによって変わるじゃないですか。なのでちょうど今その星は自己価値を入れ替えようねっていう風なタイミングなので、カードもそれにすごいぴったりで、自分をジャッジしてる気持ちとか、こんなんじゃダメだって思っていた気持ちとか、そういったものも含めて自分やりきったっていう風に気持ちを整理することで、本当になんかキラキラした明るいものっていうのかな、心地いいものを感じるんですよ。でその後落ち着いて喜んでいる、喜びを誰かとシェアしているっていうカードがあるので、とてもいいですね。どんな喜びがあったのか、もしくは何を自分の中で整理したか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。お返事はね、できたり できなかったりするんですけど、でも皆さん全部読ませていただきますので、何があったかなって教えてもらえて嬉しいですね。もう一枚ちょっとじゃあ引いてみましょう。もうなんかこれで完結してる感じですけど、ちょっともう一枚引いてみますね。なんか喜びが溢れてる、もう出ようとしてるっていう感じなんですよね。ただその喜びを当てはめて、これかなこれかなってこういろいろ想像するかもしれないけど、別に一つに決めなくてもいいですし、それが連鎖していくっていう可能性もありますのでね。どうですか。ちょっと待って。ジェネロシティ。へえ。ちょっとこれ2枚引いたんで、ちょっとこれはとっても綺麗なカードですね。これはですね、ちょっと見えるかな、すっごい綺麗なカードなんですけど、まあ寛大な気持ちが、この本当ダイヤモンドが光り始めてるっていうね、そのこう寛大な気持ちが広がりつつある、自分の中に。そしてその義務や制限よりも優しい気持ちとか、そういうのがやっぱり広がりつつあるっていうことと、あとさっきのその何を手放すんですかって言った時の、その自分の守るべき立場とか在り方とか、そういったものを手放すっていうふうに出てるんですけど、やっぱり他者を尊重することによってそれができるっていう感じがしますね。これはね、まあ私もよく気をつけてることなんですけれども、なんかこんなこと言ったら失礼かなとか、こんなこと言ったら誤解を受けるかなって思って遠慮して言わないとかっていうことあると思うんですけど、それってもしかしたら他者を信頼してないかもしれないですよね。こんなこと言ってもきっと信じてもらえるっていう気持ちがあれば言えたかもしれないことってあると思うので、なんかこうこのね1月全体の流れを見た時に、やっぱり星とすごくマッチしてて、自分の深い価値を思い出すんだって、そして喜びにあふれるんだっていうのがもう溢れてるんですけど、同時にプラス自分の中にそういった寛容な心が広がりつつあるし、プラス同時に他者を認めつつ、自分の立場をいい意味で手放していくっていうか、こうあらねばならないっていうものを手放していきますよっていうふうに出てます。まあ、この感動をぜひね、身近な方とシェアしてみてください。ということで今回こんな感じです。次回はですね、1月末ぐらいにまた2月の全体のね星の話とタロットリーディングをさせていただきます。何かしら良かったよという方は、参考になったという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また2022年もよろしくお願いします。ありがとうございました。